エディニアの紋章、エディニアは、ロシアのスモレンスク州中部にある都市。スモレンスク高地の南部、ドニエプル川の支流でスナ川上流沿いに建っており、州都スモレンスクからは東へ8 2トル。1899年に開通したスモレンスク、スヒーニチカンの鉄道が通る、エディニンスキー地区の行政中心地でもある。人口は2002年全ロシア国勢調査で10。 798人。エリニアの古い紋章イリンスカや聖堂、エリニアを流れるデスナカワエリニア駅地名の由来は、ロシア語のイエル、またはイエランからと考えられている。エリニアの町は、年代期の1150年の部分に所出する。この年、スモレンスク公ロスティスラフは、エリニアに対し、4フリブニアとキツネの毛皮1枚を税として課する、命令を下している。 エリニアはスモレンスクの地と様々な歴史や運命を共にしている。モンゴル侵攻後はジョチウルスへの功能を収め、リトアニア大公国の慎重によりその支配下に置かれ、1522年には一旦ロシアツァーリ国の一部に、さらにロシアポーランド戦争後の1612年にはポーランドリトアニア共和国の一部になった。フメリニツキーの反乱をきっかけに、 1654年から1667年にかけて起こったロシア・ポーランド戦争の結果、エディニャはスモレンスク県の他の部分と共にロシア領となった。1776年、エディニャは正式に死の地位を得て軍の中心地となった。1812年、フランス帝国のナポレオン一世はロシアに侵攻した。エディニャはパルチザン運動の重要な拠点になり、 ロシアの反抗後は、ミハイルク・トゥーゾフの司令部が一時的に置かれた。第二次世界大戦の独ソ戦でも重要な戦いの舞台となった。1941年8月30日、第一次スモレンスクの戦いの初戦、エリニャは、赤軍による初めて成功率に終わった反抗である、エリニャ構成の舞台となった。この戦いの功績で、赤軍の4つの舞台に、 親衛隊の称号が初めて付与された。エリニアがドイツ軍に占領された1942年、エリニンスキー地区はドロゴブユジパルチザン地区の一部となった。エリニアニジンドルドイツ軍はパルチザンの支配下にある周囲の農村地帯を制圧することはできなかった。1942年3月にはパルチザンはエリニア市外に攻め入り、ドイツ兵多数を殺して、 市街地を解放したが、3日後の3月18日には、ドイツ軍の反撃で森へと撤退した。1943年8月、クルスクの戦いに続くソ連の反抗の中、エディニャは、第二次スモレンスクの戦いの鍵を握る場所になった。8月30日、ドイツ軍は、多くの犠牲を出したため、エディニャからの撤退を迫られたが、これが、ドイツ軍のスモレンスク地方からの全面撤退の、 始まりになった。9月3日には、赤軍はついに、ドニエプル川の東岸に達した。エリーニア市にも、戦後、祖国戦争勲章が送られている。1804年、エリーニア軍に属するノボスパスコイエ村で、ロシアの大作曲家、ミハイルグリンカが生まれている。1982年にはその成果は修復の上、博物館になっている。エリニンスキー地区では、 毎年グリンカフェスティバルも開催されている。町の主産業は、チーズやパンなどの食品工業、アマなどの繊維業、及びレンガなどの建材業である。ありがとうございます。